皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、もう動画のタイトルと、まあ、サムネイルで、ほぼネタバレはしてるんですけれども、大きなアンモナイトが取ることができたんですけれども、これはですね、1月の10日に、アンモナイトセンターに行った時に、職員さんから、まあ、その前日に、別の常連さんがちょっとアンモナイトを、まあ、こう掘り出したということだったんですけれども、まあ、どうやら大きいアンモナイトが埋まってるみたいで、まあ、結局その他県発掘の時間内では掘りきれなかったということで、まあ、もし誰か別に掘る人がいるんであればどうぞという感じでこう託されたということで、まあ、一応この路頭のですね、この写真の中のこの囲ったところあたりにこう埋まってるわけですけれども、まあ、その時行った時にはもう本当にほんの一部しか露出してなくて、まあ、実際どのくらいの大きさなのかちょっと分かんなかったんですけれども、まあ、まあここはこの路頭の中でもですね、このアンモナイトが埋まってるあたりっていうのは非常にこう岩が硬くて、なかなかこう竹発掘で借りられる道具ではこう掘り進められないところなんですけれども、まあ、この写真見てもらうとこう竹発掘の路頭がですね、途中でこうくの字に折れ曲がってると思うんですけど、その折れ曲がってる境界から、奥、まあ、こう高いところに向かっては比較的こう柔らかい地層があるんですけれども、逆にその境界から右側っていうのは本当にもうカチカチの非常に硬い石が多くあって、まあその分こう発掘が進まないんでね、こう左奥に比べてこう奥に掘り進むスピードが遅いので、ちょっと手前側にこう出っ張ってる感じになってるというわけですね。はい。で、まあこの硬い石の層の中にさらに、コンクリーション、この写真の中でもこの、奥の方からこう、壁の手前にこうゴロゴロと転がっているものがありますけれども、まあ、炭酸カルシウムのこう固まった非常に硬い、まあ、コンクリーションという名前から分かるように、まあ、天然のコンクリート並みにこうカチカチの硬い石が含まれているんですけれども、まあ、そのコンクリーションの中にもしかするとそのアンモナイトが入っているんじゃないかということで、まあもしね、硬いけれども、もしよろしかったらどうぞという感じで、掘ってみたらどうかということなんですけれども、まあもしこれを、掘るんであれば、掘り始まったんであれば最後までやることになりますよというふうに、まあ、念を押されたわけですけれど、まあ誰かしら掘らないと、まあこの化石も、ずっとこうね、大気とか雨にさらされちゃってどんどんグズグズになっていってしまうと思うんで、まあ、今回ね、まあ、自分が一肌脱ぐというか、まあ、掘ってみようということで、掘り始まったわけです。はい。でこのアンモナイトというのはメソプドシアというアンモナイトで、まあ、この地層の中から出てくるアンモナイトとしては結構大きい巨大なアンモナイトになるんですけれども、このアンモナイトセンターの建物入ってすぐのところに展示してあるアンモナイトも、これメソプドシアの、まあ、特に大きいやつなんですけど、まあ、これは本当にね1メートルくらいのこう直径のあるやつなんですけど、まあ、ここに埋まってるやつは、まあ、おそらくは直径が40センチくらいなんじゃないかということで、まあ、ちょっと未知数ですけれども掘り始まったわけです。というわけで初日の午前中だったんですけれども、まあ、この写真を見てもらうと分かるように、左側にこう茶色い大きなものがあるんですけれど、まあ、これがコンクリーションで、まあ、多分このアンモナイトの化石の真上にドーンとこう乗っかっちゃってる状態なわけですね。はい。でまあこのコンクリーション非常に硬いんで、体験発掘で借りられるタガネでは全然こう刃が立たないんですけれども、まあ、その力任せにハンマーでガンガンとこう叩いても割れないんで、その
コンクリーションにタガネを押し付けてこう細かくタガネをハンマーで叩いていってこう、まあ、小さい破片に砕いていく感じじゃないともう全然歯が立たないんですね。でまあ午前中散々掘って、まあ、なんとか手前の5センチくらいを奥に掘り進んで、このアンモナイトのおへそというところですね、この渦が巻いている中心に向かっているところが掘り出せた感じで、まあ、ほぼほぼほんの少ししか掘り進められなかったんですけれども、まあ、これで午前の部終わっちゃいまして、まあ、午後の部頑張ろうということになりましたね。はい、というわけで、初日1日がかりで、まあ、ここまで、掘れたわけですけれども、まあ、10センチ弱ですかね、その最初の壁の状態から掘り進んで10センチ奥まで行ったわけですけれど、この左の手前のところなんですけど、もう掘ってる段階でひびが入っちゃってて、今にもこう外れそうだったんで、ここにあった部分の化石は一応もう外してあります。はい、でまあこれ見る感じではおよそ直径はまあ、まあ予想通り40センチくらいかなという感じなんですけれども、果たしてこれがどこまで奥入ってるのかっていうのが全然こう読めないんですけどね。まあただその化石の上に思いっきりコンクリーションが乗っかってるんで、まあ、長期戦になるのは避けられないかなということで、まあ、何週間かかるか分かんないけど、また続きを掘っていこうということになったわけですね。はい、というわけで2週目の、まあ、2日目の発掘だったわけですけれども、この日ですね、こう掘り広げていった時に、この右側のところにですね、
さらに外側にもう一巻きこの殻がですねあるんじゃないかという感じの疑問が出てきまして、この広く見えているところですね、この結構保護線がきれいに見えているところの外側に、なんかこう薄平ったいこう殻のようなものが出てきたんで、もしかするとこのもう一巻き外側に殻が広がってるんじゃないかということで、まあ1日掘っていった中で、まあ次の日にはもっと横に広げないとダメじゃないかということになってきまして、まあこれ以上掘り広げるの相当しんどいんじゃないかっていうことになったんですけど、まあ一月かかっても、まあ掘り出さなきゃねっていうことで、まあちょっとね、覚悟を決めて、掘り進めていたわけです。ここで終わってそうな感じはするんですけど、まあ、ただ続いてたとすれば、まあ、あれですけど、ここにもうないんで。はい、というわけで発掘3日目なんですけれども、まあ、この日一応もう一巻きね、この殻の外側にあるんじゃないかっていうことで、奥に進めるよりもちょっとね横にこう広く掘り広げていったんですけれど、まあ、この日で分かったことは、まあ、外側にあるんじゃないかって言った殻がですね、ほんの一部でしかなかったんで、まあ、この直径は多分この40センチっていうのはまあ変わらないんですけど、まあ、その外側にあるっていうのはまあないということがはっきり分かったんで、まあ、その外側に出てきたちょっとした殻も含めて剥がして、で、まあ、また奥に掘り進んでいって、まあこの直径40センチのアンモナイトのほぼほぼ全体が出せたんじゃないかなという感じになったわけですけれど、これもしアンモナイトのですね殻の巻き終わりっていうか、そこが重防というところなんですけど、そのアンモナイトの何体部がこう入っていた場所ですね、そこの、まあ、その殻の終わりのところがこの奥にあるんじゃないかということで、まあ、もしそうなってたらこのコンクリーションをですねさらにこう大きく削って奥までいかないとこのきれいに全部出せないんじゃないかっていう心配が出てきたわけですけれど、まあ、この日もですね、まあ、一応ほぼ全体は出せたんですけど、まあ、また来週頑張りましょうということで、ここで終わったわけです。終わりな、ここすごい。
このラインにするか。上がるね。もうどこで。なんとか終わらせたい。終わらせるんだけど、これから雨かきだからさ。あれまだ残ってるんですね。ちょっと残ってる。ああ、じゃあ来週ここ上落としておく。はい。残りないかなみたいな。ちょっと6まで見えてるとよかったですね。この辺まだちょっとだけ、はい。はい、というわけで3週間がかりでようやくメソポタミアモナイトを掘り出すことができたわけなんですけれども、まああの40センチのサイズですから、まあいくら苦労して掘ったとは言ってもね、まあ惜しいかなと思っていたんですけれども、なんとね、お持ち帰り OK という、はい、まあ、3週間の苦労が報われたなと思ったわけですけれど、まあ、ここにある、意味ありげな布の下はですね、はい、こちら、はい、メソプドシアなわけですけれども、まあ掘り出してる途中から一応土頭にこう置いとくようになるんで、一応表面は保護した方がいいですよということで、この表面にね、この温度液を塗っていたわけだったんですけど、ちょっとボンドの濃度が濃すぎて、ちょっとこの化石の表面にちょっと白っぽくなっちゃったのがちょっとね失敗だったんですけれども、でまあ掘り出すのにちょっと急いだところもあったので、ちょっとねこの辺からバリッと割れちゃってはいるんですけど、まあそこはね、接着剤でくっつけるとか、まあいろいろ方法はあるかと思うんですけどね、修復も。はい、でまあ3週間にわたってですね、硬いコンクリーションとか、まあ、岩をこう掘っていたことでちょっとですね、右手の手首がですね、もうちょっと終了のお知らせということで、もうだいぶ、まあ、2週目くらいからちょっとね手首がちょっとおかしい感じがしてたんですけど、まあ多分、まあ、ちょっと腱鞘炎っぽい感じになっちゃってるのかだと思うんですけど、まあちょっとね、痛みがあったんで、まあ今ちょっとねこうアイシングしてる状態なんですけれど、まだちょっとこう手首を動かすと痛いんでね、はい、もうちょっとね、養生が必要かもしれないですねこれね、はい、まあこれもですね、一応名誉の負傷と思えばね、全然痛く感じないし、まあまた化石掘りに行けばですね、こう脳内のドーパミンがドバッと出て、全然痛みなんか感じなくなっちゃうんで、まあ大丈夫かなとは思うんですけど、でまあ動画の中でちょっと職員さんが言ってたようにですね、まあ来週、まあ次の週までにはこの掘ってたこの上にこうでっかい岩がこうね、張り出してたところがあったんですけれど、まあそれを一応まあ安全のために落とすということなんで、まあこの
化石の、まあ、まだ一部がちょっとね壁の中に残っちゃってるわけですけれど、まあ、それもね、上を落とすことによって、まあ、掘りやすくなるでしょうということで、まあ、来週以降ですね、また行ってそのアンモナイトの残っちゃったところを掘り出して、まあ、最終的にはこの化石をですね、修復するところまでやっていきたいと思ってます、はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画は再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。